パラメトリックスピーカーの波形上の弦音に超音波の変調をかけたものが下、放落線がそのまま弦音となる。パラメトリックスピーカーは超音波を使うことで鋭い指向性を持たせることができる音響システムである。特定の狭い範囲にいる人に選択的に音を流すことができるため様々な応用が期待される。オーディオスポットライトやハイパーソニックサウンド、 ハイパーソニックサウンドシステム HSS とも呼ばれる。パラメトリックスピーカーには大きく分けて2つのタイプが存在する。1つは2つの超音波の周波数のズレを用いた方法で一定の周波数を持つ超音波と周波数変調をかけた超音波を同時に発生させて超音波の交差する空間に過長域の音を再生する方法である。 二つの超音波の周波数差のうなりを聞くことができる。もう一つの方法は、超音波に深幅変調、DSB 変調、SSB 変調などをかける方法である。約110デシベルを超える強力な音圧で変調された超音波を発生させると、空気中を超音波が伝播する際の非線形特性により、過超音が出現する。 非線形特性で生じた過超音は歪みが多いのが特徴である。そのため製品化されたパラメトリックスピーカーでは歪みを軽減するために DSP による信号処理を行っているものがある。非線形特性とは空気分子が圧縮される時よりも圧縮が元に戻る時の方が時間がかかることが原因となっている。超音波に限らず空気中を伝播する振動は 空気分子集団の濃淡が伝播することに起因する。音圧が高く周波数が高い場合圧縮されて戻りきらない空気分子に後から来た空気分子が衝突すると衝撃波が生じて過超音となる。振動の周波数が高くなると空気の粘性により非線形特性は顕著になる傾向がある。一般的な超音波スピーカーイコールトランスは単体では 約60から70度の指向性しか持たないが、トランスデューサーを平面に複数個並べ、パラメトリックアレイを構成すると指向性が非常に鋭くなる。超音波の直進性と複数個並べるパラメトリック効果により、パラメトリックスピーカーは超指向性と耳元から音が聞こえてくるという特性を持つ。超音波、トランスデューサーは 28kHz。 40kHz、60kHz 40 60といったハム用品が利用されることが多いが、専用の超音波、トランスデューサーを使った製品オーディオスポットライトも存在する。超音波、トランスデューサーを複数個なら、ベタユニットを一般的にはパラメトリックスピーカーと呼んでいる。パラメトリックスピーカーからは、数度の角度で超音波が発生され、その後もほぼ一直線に進む。 周囲への音の広がりが極めて少ない。壁で反射させられるため、さらに新たな効果も期待される。特定の狭い範囲にいる人に選択的に音を流すことができるため、アミューズメント施設などに利用されている。今後価格が下がれば、美術館や水族館、博物館への導入や、交通案内などでの利用が期待される。日本では、 京都の清水寺入り口の入場案内に使用されているのが有名である。外獣機器装置として農作物への被害を低減するために開発が進められる。車や飛行機でそれぞれの座席でイヤホン等を利用せずに別々の音楽鑑賞を可能にするための開発が進められている。軍事での利用はすでに行われている。 最初のパラメトリックスピーカーは1970年の大阪万博において松下館で披露された。製品としては1998年にオーディオスポットライトという商標で登場した。三菱電機エンジニアリングは2003年に調子構成音響システムここだけという商標で日本国内で販売を開始した。ありがとうございます。